はい、こんにちは。速稼塾の久保です。今日はね、YouTube でアクセス、そしてチャンネル登録者数を増やす方法についてちょっとお話ししようかと思いますよね。まあこれ単純に言うとですね、トレンドに乗っかるってことなんですよ。YouTube ってのは自分のやりたいこととか言いたいことを発信する場でもあるんですけども、ある意味ですね、多くの方が求めていることを発信してもいかないといけないんですよね。これがファンを作っていく最初の源泉になっていくわけなんですよ。要するにですね、多くの方が関心あるものってトレンド、いわゆる流行りですよね。ちょっと前でしたら、堀江貴文さんが、手取り14万円終わってみたいなこと言いましたけども、あれがものすごくバズったわけなんですよ。ですからあそこでアクセスを乗っかって取ろうと思ったら、じゃあ月収14万の人がどうやったら30万とか40万になるでしょうかっていう動画を出していくんですよね。そしてタイトルには、手取り14万終わってるについてとか書いていくわけなんですよ。そうすると SEO 的にも検索にかかりやすいですし、ね、14万円ぐらいの月収の方がね、関心を持って見るわけなんですよ。で、なるほどなと、この人に言ってることなかなか面白いなってことで、今度は自分の言いたいことを発信してる動画も見てくれるってことが起きる可能性があるんですよね。まあ、ですので自分の発信したいことずっと発信し続けるのもそれはいいんですよ。楽しくていいんですけども、チャンネル登録者数とか再生数ってのはそれだけでは増えないんですよね。増やそうと思ったらある程度求めてる人のことを発信してあげるということが必要になってきます。これがだから UEI の法則と言いますけども、私が名付けたんですけどね。まずは UEI っていうのは、動画を見ているあなたのことを、まずはあなたが興味があることを発信してますよってことなんですよ。その次に、私とあなたの共通点はどこですかってことをやっていくんですね。最後に、私の言いたいことはこれですと。この繰り返しによって YouTube を作るとチャンネル登録者数が増えて、再生数もどんどん上がっていくってことになります。ただね、このねトレンドっていうのはちょっとね、ウィークポイントがあります。私のねチャンネル登録者数さんと、それから再生数のバランスを見るとよくわかるんですけども、私のチャンネル登録者数さんっていうのは今ね1万人前後いるんですよね。でも再生数っていうのはその 1%、 100とか200なんですよ。でどういうことかっていうと、トレンドで集めた方が今度はね別のトレンドを求めている時に、そのトレンドを私が発信してないってことなんですよ。私の放送っていうのは9割ぐらいは私が発信したいことを発信してるわけですよね。で1割ぐらいしかトレンドに乗ったことやってないんですよ。ということは、その1割について集まった人が私の残りの9割との相性が悪いから離れていくってことが起きるんで、チャンネル登録があるけども再生が起きてないってことになります。逆にですね、チャンネル登録が100とか200人しかいないのに、再生数が数千とか数万って方もいらっしゃるんですよ。この方はですね、チャンネル登録するほどではないんだけども、ちょっと情報欲しいなって方が見に来るんですよ。だから瞬間的な視聴者数を取ることに長けているって方になります。こういう風にね、チャンネル登録者数と再生数の間にはものすごくね、発信者の個性を反映している、そういったね足跡が残ってるんだと私は思いますね。まあ、その他ですね、チャンネル登録者数を1万人に、すぐしたい方とか、1万人はちょっと難しいけども、とりあえず1000人の収益化までしたいなって方のために、私もねこれから YouTube の情報をどんどんお伝えしていこうかと思います。これは多分ね、私がね今まで、ここまでやってきたから言えることかなと思います。私もね、最初はチャンネル登録者数がいなかったわけですから、当たり前ですけどね。で今はね1万人前後になりましたけども、1万人前後になったから話せる人っていうのはやっぱりね、1万人になった人しかいませんので、とりあえず1000人とか2000人のチャンネル登録者さんの方では言えないことかなと思いますんで、少しはお役に立てるんではないかなと思います。それではですね、これからもどんどん YouTube で皆さんの世界を広げていっていただきたいと思います。そして収入もね上げていってください。11月末の私の収入が10万円弱、9万3000円ぐらいで、ございました。このチャンネル登録者数さんと、それから再生数、まあ特に再生数ですね、再生数を見ていただければ、再生数100とか200がね毎日、積み上がっていけば10万円前後になるんだってことがこれでわかると思うんですよ。まあ皆さん頑張ってください。そんなにハードルは高くないと思います。ただしハードルが高いところを超えようと思ったら難しいんで、ハードルの低いところから超えていくのをお勧めしますね。では失礼します。